主主義発祥の、ローマの孤児へ敵意を向ける感覚は、少しある。罰する存在を、多数決の投票で決めた、というそれは、現代の選挙の始祖となったというが、でも、ともかく現状、問題のほとんどが民主主義の投票？そこに起因する感じはどうも重く、その不正がほぼあからさまでも、なぜかそれを破壊？否定しきれない感覚もまた。それは一人だけ過剰に利益を得ていた存在を倒した、のだ。それは大事な話か。クオリテ論の何かの暴走か、それとも、このままワクチン接種を続けても、コロナ禍は収まるどころかだ。民主主義が、敵、を見つけられてない、というそういうことだろうか。自身へ集中する、責任、を、外へ向ける。一番不当に儲けている奴は誰だ？主義の感覚で言えば最上位は民主主義しかいない。それを見る？you